映像制作初心者の方からカンパケとか白マザーの意味を教えてほしいという質問がありますので答えていきたいと思います。まずはカンパケ。カンパケとは映像編集が終わってテロップも入れて音もミキシングされた音の入った状態の動画ファイル、つまり完成品の動画ファイルということです。ファイルなのでパソコン上ではアイコンでしか見ることはできません。テープの時代でしたら、まあ、こういうふうな完成した動画の入ったテープをカンパケとかマザーテープというふうに呼んでいました。ただ古くから映像制作をやっている者にとってこうした動画ファイルやビデオテープをカンパケというふうに呼ぶのは少し違和感もあります。昔とは言っても1970年代くらいですけども、この頃は静音、つまりミキシングされた音の入ったシネテープをカンパケと呼んでいたからです。シネテープというのはまあこれなんですけども、通常の録音テープと違うのはフィルムと同じ形状をしていてパーフォレーションがあるということです。フィルムと同じパーフォレーションがあるわけですね。なぜ録音テープにパーフォレーションがあるのかというと、それはまあフィルムと同期を取るための手段というわけなんですけども、これを細かく説明すると長くなるので、とにかくこのシネテープにセリフ、効果音、音楽なんかの音がきれいにミキシングされて録音された状態をカンパケと呼んでいたということです。こちらは当時の映画の録音スタジオです。6ミリテープのデッキが複数台並んでいて、そこから音を出してミキシングコンソールで音を調整して、で最終的にこのシネテープに音を入れてました。そしてこのシネテープから光学録音された音ネガを作ります。そして編集されたネガと音ネガを合わせてプリントしたものが上映用の初号プリントとなるわけです。初号プリントは要するに映像も音も完成した状態ですね。現在のカンパケの意味合いからするとこの初号プリントがカンパケということになるわけですけども、当時はこれをカンパケとは言っていませんでした。ところが映像制作にビデオが導入し始めた頃でしたか、音と映像両方が完成したビデオテープをカンパケと呼ぶようになったと思います。1980年代の初めくらいでしょうか。ただこの頃になるとフィルム作品の初号プリントもカンパケフィルムと呼ぶような制作会社もあったように思います。そんなこんなでカンパケの意味も時代とともに変わってきたのかなという感じなんですけども、現在では映像も音も完成した状態をカンパケということで定着しているようです。ところでこのカンパケ状態のテープ、まあ、これをマザーテープとも呼んでいました。テープではなくてファイルになった現在ではマザーデータという人は少ないですけども、私はマザーデータと呼ぶこともあります。でも一般的ではないですね。ついでに解説しますと、編集する前の映像、つまり撮影したテープですね、これをマスターテープと呼んでいました。今はテープは使えませんけども、撮影した映像、つまりカムコーダーに入っていたメディアの映像、またはそれをそのままコピーした映像をマスターデータというふうに呼んでいます。アナログ時代にはこのマスターとかマザーとかいうことが非常に重要な意味がありました。アナログですのでダビングすればそれだけ画質は劣化するわけです。ですからマスターテープに入っている映像、これがまあ一番いい状態、綺麗な状態なわけですね。ですからこれは慎重に扱わないといけません。そこからダビングしながら編集するわけなんですけども、アナログですから画質は劣化します。しかし編集しないわけにはいきませんから、とにかく編集するわけなんですけども、基本的に1回ダビングした状態で編集は完成するわけです。もちろんエフェクト部分なんかは作業の都合で 2,3 回コピーしている部分もあるかもしれませんけども、基本的にはマスターテープから1回ダビング編集したものがマザーテープとなるわけです。放送なんかではこのマザーテープから送出するわけなんですけども、マザーからコピーが必要な場合はそこからまあコピーを取ります。これはマスターテープから見れば2世代目のコピーということになります。
アナログ時代はとにかく世代の低い方が画質はいいというわけですから、コピーのコピーとかコピーのコピーのコピーとかいうことになるとかなり嫌がられるという時代です。デジタル時代になるとコピーしても画質は劣化しないということになってはいますけども、コピーする際にファイル形式を変えたりとかですね、圧縮率を変えたりするとやはり画質は劣化します。ですからマザーデータというのは今でも大事なものだと考えています。そしてもう一つ白マザーというのがあります。ごく一部の放送局では白マザーをクリーンピクチャーと呼んでいるところもあるようですけども、一般的ではないのでここでは白マザーということで説明したいと思います。白マザーとは編集で完成した動画からテロップを抜いた状態の動画のことです。さて皆さんは動画編集はどんな手順で行っているでしょうか。まず映像すべてを編集して、それから最後にテロップを入れるというやり方があります。この場合テロップを入れる前の状態が白マザーということになります。一方必要なテロップを入れながら編集するという人もいます。テロップと話の進行が密接に関わるような場合、この方法の方が編集がやりやすいと思います。またテロップが単なる文字情報ではなくて映像デザインの一部といったような場合は、動画とテロップが常に絡んでいるわけですから、この方法でないと編集はやりづらいと思います。ただこうして完成したカンパケの場合、白マザーを作るときはテロップを外す作業をしないといけません。編集データを丸ごとコピーして、一つはカンパケとして残して、もう一つはそこからテロップを抜いて白マザーを作るということになります。それではなぜ白マザーを作る必要があるのかということを考えていきたいと思います。一つは完成後に改訂が出たときにその作業がやりやすいということですね。改訂作業に関しては編集データをそのまま残しておけばそこで作業することはできるんですけども、例えば完成して何年も経ってから何改訂するというような場合ですね、編集データはソフトのバージョンが変わって使えないとか、そういった問題も起こり得ます。編集データが使えなくても白マザーがあればそうした作業は楽にできます。これは外国語版の制作にも言えます。外国語版のテロップ入れの作業ですけども、それは専門の業者に依頼したりすることもありますけども、編集データを渡してもソフトが制作したソフトと違ってたりとか、またバージョンの違いでトラブルが起こるといったこともあります。白マザーだったらその上に外国語のテロップを載せるだけですから、そうしたトラブルは起きません。で白マザーにもいろんなパターンがあります。単純にカンパケからテロップを抜いただけのものというのもありますし、音の部分ですけども、ナレーションとかセリフを抜いて音楽と SE だけ残したものというのもあります。これは外国語の吹き替え版を作るときなんかに便利ですね。いろんなパターンの白マザーがありますけども、映像編集をしたとき必ず白マザーを作っておくことを強くお勧めします。後に改訂作業とか、あるいは予定になかった外国語版の制作とか、そういったものが入ってきた時にすぐに対応することができます。